お酒入ってるね。どう？おお、フルーティーやね。フルーティーです。で、カフェなんですか？ゴールデンアンゴー。いや嬉しかったですね。僕はでもやっぱりその海外のすごいレジェンドとか本当に今日本でも素晴らしい人たちがあの演奏する場所なので、なんかそのいつもの僕らのライブハウスっていうのとはまた違う気持ちというか、うん、しっかりとなんかしっかりと音楽を届けないとね、気が引き締まる場所だったのでやれるっていう、まあ、そこに立てるってことでね、すごく嬉しかったし頑張ろうって感じでしたね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。